長尾香織は、日本の放送ジャーナリスト。NHK 放送総局報道局国際部記者。全ブリュッセル支局長。兵庫県出身、東京都育ち。精神女子学院を経て、ロンドンスクール・オブ・エコノミクス卒業後、1995年、NHK に入局。当初から、記者職である。初任地は、NHK 仙台放送局。 その後本部報道局に移り、社会部を経て、現在の報道局国際部所属となり、ヨーロッパ総局駐在も経験。帰国後1000人キャスターとなり、2007年10月7日、解説委員、同で愛子の後を受けて、NHK 海外ネットワークに2代目キャスターとして、出演、広く知られるようになった。 2009年1月11日の放送では、日本政府を非難した。2010年度改編で交番指揮者職戦中に戻り、NHK ブリュッセル支局長などを務めた。2017年4月から2019年3月まで、ニュースチェック11で、青井ミノルアナウンサーと2人で MC を務めた。配偶者は、株式会社サイダス執行役員、経営戦略室長、 Google 新規顧客開発本部統括部長、ビジネスブレイクスルー大学経営学部、IT ソリューション学科専人准教授の諸橋みねお。趣味は、ワイン、旅行、映画鑑賞など。ありがとうございます。